お待たせしました。和食ラフト、パート15の後編です。前編を見ていない人は、一つ前の動画から続けて見ていただけたら嬉しいです。今回もお出かけをしますが、シルクタッチ付きのピッケルを持っていきます。大事なものなので、事故が起きないようにしないとね。目的地は、結構距離があるのですが、水路を使ってスイーッと行けるようにしたので、ボートを持っていきます。あ、これはやっつけで作った船着き場的なものです。いくらなんでもあれなので、改造しておきますね。それでは、目的地に向かって出発。なんか、動きが、変。あ、おぼぼ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 。は、今のは、何だったんだろう。船に穴が開いてたの？気を取り直して、出発。お、今度はちゃんと滑らかに進んでくれるみたいです。そろそろあの鏡餅とおせちセット、片付けなきゃいけませんね。進んでいる水路は、元からあった自然の川に少しだけ手を加えたものなので、ここみたいに若干不自然な地形になっているところがあります。迷子にならないように、グローストーンで目印を作ったけど、それによって船を破壊されるという悲しい事件が発生しましたね。船の運転、難しいです。ここはトンネルになってます。これはすごく短いけど、こういう水が入ってるトンネルって冒険心をくすぐられますね。そして冒険にはハプニングがつきものです。早くも2艘のボートが大破しました。湿地帯をハスの葉っぱに怯えながら進むと、左手に大きな滝が見えてきます。岩肌を伝って流れてくる水や、滝の裏側には洞窟がある気がする。ここから先は、水路がかなり狭くなります。こうして船で進んでみると、びっくりするぐらい通りにくいです。狭い水路を抜けると、大きな湖に出ます。でも残念。進むのは湖から伸びている、別の細い水路でした。こんな大変な水路を作ったおバカは誰でしょう。あ、ボートがまたもや自分で設置した目印によって破壊されました。最後のボートだったようです。こっそりと設置した作業台でボートを作りました。出発。あ、ここは、どうやら下に空洞があるみたいです。こういうところに吸い込まれる自分を想像すると、すごく怖い。少し進むと、絶壁にぽっかりと口を開けた空洞があります。お宝が眠っていそうなロケーション。決めた。線路を飛行。先に見えるのは、もみじのトンネルです。谷にまたがるように木が生えていたので、少し手を加えて下を通れるようにしました。お気に入りスポットです。もみじのトンネルを抜けると、溶岩と水が喧嘩してます。そして息をするように壊れていくボート。新しく作ったボートたちも全滅してしまいましたが、もうすぐ到着なので泳ぎます。なんとか日が落ちきる前に着くことができました。と言っても、本当の目的地はもう少しだけ先です。
隠したつもりがすごく目立っている穴から入り、上に行くと目的地です。この山のてっぺんです。到着からの鎌倉です。前にコメントで鎌倉でお鍋を食べるというとても素敵な提案をいただいていたので遅くなっちゃったけど作ってみました。中はこんな感じ。狭いです。ドアをつけないと危ないけど、鎌倉っぽさを出すにはやっぱり何もない方がいいかなぁと思いました。目が覚めたら、鎌倉の外にいた。寝坊、悪すぎですね。生きててよかった。この隅っこに置いてある小さいのは、森塩です。光源にはなっていないけど、周囲にモンスターが湧かなくなる効果があります。雪が溶けちゃうので、この辺は森塩で安全を確保してあります。鎌倉の裏手には、お地蔵さんがいます。特に意味はないけど、ふと笠地蔵のお話を思い出したので作ってみました。森塩の効果範囲外からわざわざやってくるモンスターに襲われないように、どうか見守ってください。あ、いた。さっきから姿が見えないなぁと思っていた鎌倉の管理人さんです。鎌倉が壊れないように、文字通り体を張ってお仕事に励んでくれています。ここは氷も作れるので、今日のお料理に使うようにとっておきます。このためのシルクタッチ付きのピッケルだったのさ。お料理を作り始める前に、せっかくなので少し雪遊びをしてみようと思います。でも、これからやることは、現実の世界では絶対にやったらダメですよ。良い子のお約束です。はい、石入りの雪玉ができました。恐ろしいですね。鉄を入れることもできます。金を入れることも。水も。蜘蛛の目玉だって。キノコだって。スイカだって。エンダーパールだって。そして、ダイヤモンドまで。これらの特殊な雪玉は、普通の雪玉と違って、ダメージを受けたり、毒になったり、回復したり、いろいろな効果を得ることができます。一番ダメージが高いのは、金入りの雪玉らしいです。いた。防具なしだと、ハート4個も持っていかれました。雪合戦、かっこ静止をかけた勝負ができそうです。雪で遊んでお腹が減りました。ということで、お料理の時間です。まずはキャベツ。そして小麦粉。卵。豚肉。これで出来上がるのが、お好み焼きの生地です。豚肉は、最後に乗せて焼く方が好き。続いては、小麦をこんな感じで並べて、小さめのおにぎり。そのおにぎりに、岩塩をまぶすと、塩にぎりの完成です。お味噌を塗って、こんがりと焼いたつもりでできるのが味噌の焼きおにぎり。お味噌にネギを混ぜても美味しいよね。お醤油を塗って焼けば、香ばしい香りが食欲をそそるお醤油の焼きおにぎり。バター醤油にしてもとても美味しいです。そろそろお好み焼きを焼いておきましょうか。焼けました。鎌倉の中が、どんどん美味しそうな匂いで満たされていく。ついでにお餅も焼いておこう。お好み焼きには、やっぱりおソースとマヨネーズをかけないとね。ということで、自家製マヨネーズが出来上がりました。お好み焼きにおソースと一緒にかければ、完成したお好み焼きです。お好み焼きの完全体。強そう。あ、青のりと紅生姜とかつぶしはお好みでどうぞ。最後に、小麦でコーンを作ったつもりで、お砂糖、ミルク、バニラビーンズ、そして天然の氷で出来上がるのが、ソフトクリームです。寒そう。だけどとても美味しそうですね。デザートも完成したので、鎌倉ご飯にしましょう。お鍋はできなかったけど、ゆっくりよだれを垂らしていってね。おにぎりさんたちがお盆に乗らなかったので、自由な感じにしてみました。あと、鎌倉でお餅を食べてみたかったので、2種類のお餅も焼きました。全部美味しそうですね。それでは、まずは広告のお礼をさせていただきますね。
宣伝をしてくださったこちらの皆さん、本当にありがとうございました。毎回とても励みになっていて、動画編集のモチベーション維持の大きな力になっています。次回は、少し面白いことをやろうと思っています。うまくいけば、豆腐好きにはたまらない場所に行けるはずです。ではでは、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。ソフトクリームおいしい。今回作ったメニュー。完成したお好み焼き。塩むすび。味噌焼きおにぎり。醤油焼きおにぎり。バニラソフトクリーム。あと、29個です。村と、寒いバイオームを見つけなきゃー。